何をやってないかがあんまり分かってないな。なんかカキカッコつけちゃった。ブースティーも打ててないし、もうこれね、打ったのがわからないんだよな。あ、間違えた。よし。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。久しぶりの配信、まあ久しぶりではないんだけど、まさかの今週多分3回ぐらいしか配信できてないんで、まあ普段の三村へのにしてはね、だいぶ珍しいかなって思ったんですけど、最近あった話だと、ちょっとショールームの毎日配信をなんかいつの間にか1300日と勘違いしてたんですけど、全然1600日ありました。三村へのです。はい、ということでブースティー祭り2日間ありがとうございました。ブースティーファン祭り2024、イエーイ。はい、2日間でした。来てくださった皆様方ありがとうございました。どうでした？なんか率直に感想を皆さんにも聞きたいなとも思うんですけど、まあね、事前情報の通り、まあ事前情報って言ってもギリの情報だったと思うんですけど、だから行けなかった方も多かったと思うんですが、事前にね、ショールームでちょっとちらっと言った通りね、うわーこんな感じなら行けばよかったっていうね、そういう後悔をね、された方が多かったんじゃないかなという。はい、まあこのレベル感のものがね、まあその次回もできるかと言われたら、正直それに関してはもうちょっとわからないので何とも言えないんですが、もうなんか本当に何だろう、ここまで続けてきてよかったなと思えるとす、ここまで続けてきてよかったなとすら思えるぐらい、すごい何だろう、いいなって思った。うん、スペシャルよ。まあ、てかその何ですか、やったこととしてはまずハイタッチ会ね、まずハイタッチ会が初じゃん。でまあ、コロナ禍の前に握手会とかはやってたんですけど、それよりもあとはそういうハイタッチ会系、もし握手会とか やってなかったから、まずそこからね、特別感あったと思いますし、あとはトークショーと屋台と一緒にハイアンドローをするとかそう、トークショーは1日目は4期生の引率お姉さんで、2日目は帰りの引率お姉さんじゃないな、まあアニメクイズ対決だったんですけど、うん、思ったよりアニメに寄らなかったしね。とかあとはまあスペシャルライブですね。 HKT さんとのもう合同コンサートです。本当に多分一番最初にスペシャルライブと聞いて、フェスみたいなもんで30分ずつ自分たちの自前の曲をもう枠決めてやると思ってたかもしれないですが、いや私もそう思ってたんですが、実際はまるっと2時間
2時間半ほど楽曲交換したりとか、一緒に同じ曲を披露したりだとかね、70何人もいる中でやったりとか、すごかったですよ。そう、お立ち台とくん、あのトロッコでね、まさか自分がトロッコに乗れるとは思ってなかったんで、うん、そう、自分がトロッコに乗れるメンバーに、なんていうの、ねっていう話を、びっくりした、それに関して本当にびっくりした。うん、え、乗れんのと思って、いいの、やったっていう感じでしたね。初めてトロッコ乗った。姉ちゃんも夢みたいな話してたからね、まあ、なかなか叶えられる機会が多いわけじゃないですから、うん、嬉しかったな。なんかアイドルっぽいというか、でまあね、ご存知というか、そのまあ予想通りというか、あのボリュームをね見たことは分かると思うんですけど、リハが大変だったんですよ。リハがさ、でも楽しかったよ。大変だったけど頑張ってたし、みんな日の的に一番やばかったのは北川賢治とバンザイヴィーナスですね。あれはギリギリまでどこを踊るかをあんまり明確になってなくて、他の楽曲を先に潰しちゃったの、そのやっつけてったの。一曲ずつさ、一番最初に振り入れしたのが確か早送りカレンダーとか最高かよとかで、まあ最高かよ結局やってないんですけど、あの辺の曲やって、で、あのなんだっけな、その後好き好きスキップとかそういうのやってたんだけど、結局そのサビは踊るのか踊らないのかで、だなんかお客さんを囲みに行くから、なんか踊るのか踊らないのかみたいなので、ギリギリまで後回しにね、その確定が出るまでやってたんだけど、結局全部踊るんかいってなって、そうで、それでだからその2曲はまず歌をねちゃんと覚えるところから、もちろん聞いたことはあるんだけど、ちゃんと歌を覚えて、そう頭に入れて、かつダンスを起こし振り起こししてみたいなとこからやったので、あのね、ルアーがね、ルアちゃんがマジで本当にね、今回その研究生のなんだろう、研究生のまとめ役じゃないけど、なんだろう、結構面倒見てくれてね、そのそれで言うと、あのなんて言ったらいいかな、引率お姉さんを私は結構してたんだけど、3期4期のね、であとあとは選抜で早着替えが大変だったので、その選抜の子たちがね、そこの最終チェックとかなので、まあどっちかっていうと、なんだろうな、うーん、私がやったのはその円滑に進むための指令係みたいなのに近いもの、指令係とは違うな、なんか、うん、裏方チックなことを結構してたんですけど、そう引率のお姉さん的な感じでやってたんだけど、
ルアちゃんは現場でこうチームリーダーとなって取り仕切ってくれるタイプの、そうそうそう、現場でバリバリ動いてくれる感じで、そう、もう一目散にというか、もう一番最初に北川県で振り起こししてくれて、で一緒にやるよっつって、で私も混ぜてもらってマジ助かるとか言って、そうで、なんかバンザイヴィーナスとかも本当もう当日になるぐらいまで4期生もいっぱいいっぱいでね、まだ完全には覚えきれてない感じだったから、わざわざゆっくりカウントの動画撮って、そう、おのおの LINE で送ってくれて、ラちゃんと、そうで、そのルアちゃんをサポートするユーナちゃんみたいな感じで、すごい頑張ってくれましたね、2人もね。そう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 3期お姉さんしてましたよ、ちゃんと。結構でもね、なんか時間もなかったから、そう、だいぶあれだね、ちゃんと、なんだろう、お仕事としてみんなそれぞれ頑張った。だから4期に対してもなんだろう、結構ビシバシ言ったしね、みんなというか全体的に、そう、これはダメ、あれはダメ、こうしていこう、頑張ろうねっていう流れで結構アドバイスもしたりしたし、そう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 ね、HKT さんはコンサートも結構たくさんされてるからね、ミユのキャプテンとしていろいろ考えてくれてたけど、それも支えられるようにっていろいろやってたから、いやー、そう、 HKT さんとのねステージもすごい新鮮でよかったな。そう、お話というか、まあお話というかご一緒してね、そう、いろんなところで一緒に歌ったり踊ったりっていうのやってたから、うん、写真もまだ撮っていただいた方に全員は載せられてないから。いや、私面白かったというかさ、びっくりしたのがさ、そのあ、この話したっけ、あの歌唱力で見ましたみたいな、そう、歌とってもそう好きでみたいな方が、あの結構いらっしゃって、後輩ちゃんでね、7期生が多かったかな。やっぱそのね、歌唱力で活躍されてる先輩方が多いから、だから多分後輩ちゃんたちも見てるのよね。そう、それでわざわざ楽屋にね、そう、トントン、失礼します、三村ひろさんいますかって、初対面よ、初対面、それでよかったらお写真いいですかって言って、いいのみたいな、そうそうそう、嬉しかったね。そんな感じで、だからいろんなメンバーの SNS にちらほら映ってますね。うん、なので掘ってください私も多分ね終えてないんだそう、
あとどこの全体写真でも隣にね HKT のお歌の先輩方がね隣にいるっていうのが面白かったそういいね、お知り合いがいる、先輩だけど。知り合いがいるのいい。さっきツイッターに載せた写真が、あのちょっとステージ上の写真じゃないけど、事前の取っ手出しが2枚とも私隣エレナさんと秋吉さんなので見てみて。ということで終わり。今日はね寝たんだ6時ぐらいから、6時ぐらいに帰ってきて、で10時ぐらいまで寝てました。逆に寝れるこの後、まあやることいっぱいあるからいいんだけど、先にね仕事をね一つ終わらせて、そっからまた寝てます Now ということで皆さんおやすみなさい。誕生日もね、13位たまひろさん、12位ひのひのさん、11位ぬくんさん、10位突破級さん、9位むつきさん、8位げんごろうさん、7位太郎さん、6位のりさん、5位しんいちさん、4位しんちゃろしさん、3位ひょりげたさん、2位いちたさん、1位とうごさん、ありがとう。ということでじゃあ皆さんまた明日、明日は何時に配信しようかな、夜間に合えば夜するし、まあ夜かな、ちょっと朝は寝たいからね。それでは皆さんまた明日ね、バイバーイ、おやすみ村。ギーバタン。バタン。全然、あ。バイバーイ。